な。みんなは何してる？何？いや、どうも、ジリバル、山田優太の。今日はね、はい、ここに来ちゃったってことは、久々ここに来ました。我々は、11回企画でーす。今日はね、よしさんも見せちゃう。こちら。バーン、ボーン、ショーン。これ風船じゃない、水風船です、はい、これを11回から1人3球ずつ落として頭にヘリングできたら勝ちなんですけど死ぬ、まあ、当たらんかった時はもうセーフ、ロシアンルーレットみたいな。そうですね、生きるか死ぬか。まあ動画的には当たったら一番面白いんですけど4人で OP と、はい、水風船は11回から、はい、1人まあ3個ずつぐらい落として、はい、まあ、頭でヘリングしようかなっていう企画を考えたんですけど、はい、ヤマトは何球とかバスチーとかなんかいろいろ頭で受けてるんですか、あいつ。いろいろ頭で受けてるんですよ、あいつ、はい、過去に、はい、けど僕たちやったことなくて、はい、怖いやんな。はい、怖いっす。怖いやんな。怖いっす。シンプルに嫌なんで、はい、僕たちの分も全部バケツごとヤマト一発目逃がして、はい、うまいこと言って、はい、バー落として、はい、全部食らわしたいと思います、はい、11回から。シンプルに嫌なんで、はい、僕たちの分も全部バケツごとヤマト一発目逃がして、はい、落として全部食らわしたと思います、はい、11分から。はい、水はコンクリのように固うなる。何件に決めようか。え、待ってや。何？だってヤマトはさ、あれやん、ヘディングとかやったことある。いや、もういいじゃん、俺チョキ出すから。絶対チョキ出してな。うん、みんなパー出して。オッケー。だから俺はもう、やな。なんでみんなパー出すの？勝つの？勝ってきたら夢聞いてこと。うん、オッケー。最初はグッ、ガンジャン。はい、成功で。じゃあ、リュウターウェイに行こうか。そっか、行きましょう。はい。え、2個ぐらい ?3 つでいい ?OK。まあ、でもそのまま上置いていい。はい。11階に到着します。こんだけの量を一気に落とします。うまいこと言ってね。なんかうまいこと言ってもないけど、なんか勝手に流れでこうなったんで、たまたま11回です。あ、一発切り、一回切り、ミスっても成功者の動画を載せます。切れてどうすか。たった30m ちょいや。 30m 先からホースで水当てて、あんま水ずつ当てて痛いか。でも物理的にアジューラカウンド 9.8、はいはい、モノシフベーブル、はい、アジューラカウンド 9.8 モノシフベーブル、はい、この高さやばいで。この高さやばいって。死ぬんちゃう、マジで。水ってほんまにコンクリみたいになる。試しやる。一回試しやってみて。おい、試し一回行きます。はい。行きまーす。じゃあドッキリ行きます。行きまーす。3、2、1。俺はライコンジャーの頭に行きますよ。はい。切れてんの？そこ？やばい。頭切ったらおもろいこれぐらい。なんか俺は情けなくなってる。情けない。実球連続で頭に落として、実球とも頭に受けるわ。
きます。避けて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 、高級高級。どの町よりも多い路地裏、ここを抜ければいつもこいつ。